本日の無添加昼ご飯です。餃子です。楽しみです。いただきます。皮も手作りです。いただきます。ちょっと熱そうです。いただきます。うん、もちもちして美味しい。もちもちして美味しい。もちもちして美味しい。肉汁がすごい。美味しい。醤油とかつけて食べてみます。食べた？ もちもちして美味しい、うん、美味しい。マジ？熱いから気をつけた方がいいけど、でも俺猫舌だからあれだけど、あ、肉汁が出た。うまっ。血圧は熱くないかもしれない。皮買わなくてもいいやん。皮買わなくてもいいと思う。もちもちして美味しいね。うまっ。うまっ。ね、こっちの皮の方が美味しい。ね、餃子好きだけどね、買いに行くのあれだからさ、諦めてましたわ。よかった作って。うん、今まで食べた餃子の中で一番美味しい。なぜなら無添加手作り愛情餃子だからです。この酢入れてみました。いただきます。うん、もったいない。肉汁がボトボトって出ちゃった。お酢も美味しい。ラー油、いただきます。今まで食べた餃子の中で一番美味しい。これ良かった。あ、美味しかった。水胡椒。うん、肉汁がすごい。お皿持ってくね。うん、これ何、これもつけんのかな。
トとか一緒に食べるよ。うん、シソと。シソと一緒に食べよう。一気に。うん、うん、おいしい。しそもおいしい。小籠包食べたいですが、これは熱いです。やけどしたんだよね。そう。どうしよう、小籠包。餃子食べよう。うん。小籠包食べたいな。時間待ってから。うん。ちょ、ピーマン食べよう。ショーポ冷やそう。醤油で冷やそう。ちょっと一旦一時停止。やっぱり我慢できないんで餃子食べます。まず餃子一口で食べて小籠包の気分を味わいます。一旦これどうぞ、一口。さあ、ゆずこしょう。しそ。ちょっといるか。いただきます。うん。うん、あ、大丈夫？もう平気。俺やばい。俺やばい。うん。熱い。俺は一口で食べようと思ってない。あ、一口ではちょっとあれかもしれない。本当に。ストップします。ストップしたけどやっぱ我慢できないからちょっと一口かじってみよう。うん、うん、食べれた。うん、おお。やっぱ上にキュッていうのがあるからもちもち感はこっちでもあるね。うん、小籠包作るなら小籠包のレシピ作った方がいいな。やっぱりスープの感じがあんまりないから。肉汁？そう。でもこれで小籠包が作れることが証明された。ということで、美味しいご飯作ってくれてありがとうございます。ありがとう。感謝です。愛してます。いただきます。